皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイコブレイク遊んでいきましょう。さあ今日も元気にサイコブレイク進んでいきましょう。今日はチャプター5。このチャプター結構長いですね。でジョセフと合流したと思ったらまたはぐれてしまった。おいで、こっちか。そしてね、どっちだっけ？どっちから来たか全く記憶にない。こっちから来た。そうか。こっちから来て、で、そっちか。行くぞー。行くぞ行ったはいいんだけども。なんだ？ここはなんだい？弾いっぱい。それと、トラップパーツ。それと、瓶。瓶は使わんでしょう。それと、さらに、トラップパーツ。生きてそうだな。死んでる？なんの音？なんの音？ああおい、ちょっと待って。こういうね、狭いとこよくないよ。今のはずるいよ。ちょっと狭いんだって。やめろ、そのハメ技。まったあれがない。マッチがない。避けて、もう突然すぎ。よしと。まだ生きている。よしよし。マッチか。フラグ。今のはね、ちょっとね、突然すぎた。注射器を使って、元気になろう。こいつが気持ちいいんじゃ。もう一本打って。そしてね、ちょっと待ってね。さっきさっきですね、あっちに、下向きの階段？はしごか。これじゃ、何なの？まあ、行くよね。お、何？今の、何だったの？多分、糸かなんかをやっちまった？違うな、あいつか。こしゃくな。で、固定さして、どうしようかな。燃やそうか迷っていたら、死んだ？死んだかな。死にましたね。で、こっちか。なるほど。その宝箱は非常に怪しい。とても怪しい。見えたもん。待ってね、どのタイミングでこれ外せんの？どうなってんの？よし。で、解除して。ちょっと待って、今の一瞬で消してしまった。フリーズボルト。まあ、敵がおそらく凍るんでしょう。で、脳汁取って。そして先へ。弾の種類が本当に増えたな。一応全種類使っていこうね。適度に。んでね、ちょっとリロードして。これか。壊せる。しかし、何も出ない。弾薬取って、そして先へ。こっちですね。だから、何よ。今のは、なんだい？ここに、なんかあった？
で、脳汁回収して、それと、ロッカー。で、こっち。これね、足元が非常に見にくい。そしてこっち。燃やせるオイル。と、真っ赤っかな部屋。それと、アイテム。こっちは？こっち行けませんね。注射器取って、あんま、ちょっと待って、これはもしかして、ですよね？貞子ちゃんですよね？あー、ここに女神図あった。くっそ。無理だ。どうする？こっち行く？燃やして、どっちだ？こっちか。こっちはない。どうすんの？どうすんの？火に弱いのか。まあ、火にはみんな弱いわ。どこ行った？そっちか。あれ？女神像消えている。あれ？なんで？持ち逃げした？マジか。確かさっきあったよね。消えましたね。まあいいや。そしてこっち。ここもね、暗い上に死体が返しませんと。お家にはもう帰れません。それと焼却場、それとね、松明。そこに弾丸、ショットシェル。それとドラム缶。一応これ蹴っておこうか。微妙に通りにくくなった。そしてね、そっちも行けますね。で、死体も燃やせる。それとレバー開けるとそこが開いてボーボーになると。で、ここにも死体と松明。さあ、大体やることはなんとなく分かったね。じゃあ、松明。よし。弾薬。そしてね、どっちから来る？消えて、そっから来る。死体にワープする。貞子ちゃん。さっきのなんだっけ松明の人、どうだ？こいつか。あー、待って、こっから来た。松明。あ、待って、一発食らった。離して。これ、即死。あ、そう。今のはね、申し訳ない。おそらくね、貞子が出てきてから火を放った方が良かった。さあ、2回戦目。一旦弾回収して、で、殴ってこっち。そこの松明、こいつをいただいて。さあ、どっから来る？そっちか。めっちゃキモい。
そしたら、でまたワープして、今度こっち、ほい、バケモン。まずった、今のは外れた。どこに行った？そっちか。早い早い、意外と早い。死体を燃やしていける。よし、リロードして、お次はこっちか。この死体を燃やそう。効いてない。そしたらね、こっちかな。オッケー、どうだ。んー、まだ来る？まだ来ますね。出た瞬間に燃やそう。よし、さあリスポーン切る。それとね、そっち、ここも出た瞬間に燃やして、で最後にこっち、スニークか。最後かわからんけども、よし、どうなる？2回目。よしよし。で、そっち開く。2箇所のこの火葬場、これにヒットさせればクリアっていう感じなんですかね。もしくは何回か燃やすのか。そんで、こっち。しかし、捕まれたら一発か。マッチ。マッチ3本。そして、ここは。被験者の医療歴には発育遅延、コミュニケーション能力不全、社会的認知障害、反復行動など、共感覚の傾向を示す報告、家計的には外部刺激とパターン順応性に対する脆弱性が示されている。何年も探してきたものがお前だったとは、すぐそばにいたとは、驚きだ。間違いない、こいつが適合者だ。レスリーとルビック、共感覚を持ってる。これは何なんだ。そして不穏な動きをするよ。これどうしよう、フラグあんまりつかない。フラグ、待って、なんか出てる。バツボタンで引っこ抜く。転がして引っこ抜く。よし、2人目。で最後に、こいつ、よし、スッポンして、さあこれでチャプター5をクリア。レスリーとルビクのつながりが明らかになった回でしたね。で、セーブして、よしと。
そしてね、もうちょっと行きましょう。何を驚いているんです？俺は頭をいじられたのか？大丈夫ですか？無理されない方がいいですよ。医者が一瞬キッドに。そしてロッカー開けようか。どれ行こうかな。鍵ありません。そうか、ボルトはいっぱい。弾取って、それと注射器。よしよし。そしたらね、ちょっと強化しようか。その前に新聞ありません。特報はなし。今1700では無理か。そしたら行きましょうかね。こっちは特に何もない。何にもない。そしたら戻ってと思ったけども、戻っていけない。どうなってる？どうなってんの？こいつか。教会で崩落事故が発生で、死傷者はなし。目撃者から奇跡の声。シダヒル教会の床が改装中に崩落。信徒は怪我人が出なかったのは奇跡的だと語る。そして金庫、それとこの写真か。この写真は、教会。右下にだんだん手が。真っ暗になったよ。どうなってんの？着いた。教会。そして何かの工場。何の音だ？なんだなんだ。看護婦さん。異変が起こっています。いない。消えている。どこだ？どっち行く？どこにいた？構造が変わっている。こっちに扉、それと地下への階段、そしてさらに病棟。なんだい？
そしてここはさっきと風景が違う。レンガ造りの建物。誰だ、レスリー。レスリー。セバスチャン、セバスチャン、セバスチャン。顔が鏡に。そしてあの幻覚的なエフェクトが収まる。レスリーね、実は25歳なんですね。結構年を食っている。そしてハープンボルト。ここはさっきの工場。周囲ではカラスの声で、一応日中か、夕暮れ時。あれ、さっき写真で見ましたね、多分。あっちは工場か。そこね、写真と同じ場所。本当にね、こういう自然の風景は美しいんですけども、ですけども変なおじさんたちがたくさんいる世界。そっちにゲート。それとこっちは脳汁取って、これはもう死んでるよね。パンチ。女神像があった。他には何にもない。そっちか。行きましょう。廃工場ツアー。そして銃声。大丈夫か？ひどい頭痛が続いていました。頭が割れそうなほどの。今もですが、それに慣れ始めてます。キッドを見たか？いいえ、気づくとここにいたんです。気を失っていた間、奴らのように。行くぞ。別のタイプか。こいつはまずいぞ。籠城戦。くそ、どうする、どうする。